これね、マジうまいからね。さっとできて、お野菜がね、めちゃめちゃ摂取できるのがいいですよね。はい、どうも、リュウジの味噌料理です。ということでですね、今回ですね、テンションが上がっておりまして、なぜかというとですね、新年2発目のあれですからね、いい感じらしいんですけども、今回はですね、白菜、まあね、白菜安いんですよ。白菜をもう使ってガンガン食べていくしかないと私は思いまして、ものすごい美味しく食べられるやり方、皆さん伝授してきた、ね、白菜をチンジャオロース風に作るっていうですね、白菜のチンジャオロース風です。これを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まず白菜、これね、8分の1個だいたいね 320g ぐらいで、あと豚こま肉は 180g、 もうこんだけ。あとね、調味料、あとニンニクね。じゃあですね、やっていきたいと思います。まずね、このチャンネル必要なものって何だと思いますか？皆さん、酒ですね。もうなくなっちゃったんで、また補充します。アルチューマシーン、ピュー、これですよ皆さん。乾杯。やっぱハイボールだよね。白菜のチンジャオロース風なんですが、これ、ね、白菜の切り方ちょっとね、コツがあります。ちょっと芯を切り落としていただいて、大体3等分ぐらいにする。こうやって並べていただいて、細切りにします。白菜の芯がね、こんな感じでね、細切りにしていきます。飲み会やると自分で勝手に料理作り出すんですよ、酔っ払うと。その時は全く記憶ないですよね。翌日俺のメール来てて、リュウジ昨日うまかったよカルボナーラって言われて、俺カルボナーラ作った記憶ないのにめちゃめちゃうまくできたらしくて、なんか多分体質だと思ってた、これね。皆さんあんまり真似しない方がいいと思う。白菜こんな感じ、タケノコの薄切り、ハイボールぐらいみずみずしいですね。はい、葉の部分はね結構しなっとなりやすいんで、ちょっと太めに切っていただいていいです。といって、そしたらもうニンニクですね、結構切り落として皮をね剥いて、後でね、おろしますから。豚こま肉じゃなくて、生姜焼き用のロースとかでもいいんですけども、細切りにしていきます。1センチないぐらいの細切りに、これ豚こま肉でいいです。こんな感じでボウルに戻して、でここにですね、下味をつけていきます。まずね、塩コショウです。皆さん、味塩コショウって味って何だと思いますか？これね、味の素のことなんです。だから味塩コショウって味の素が入ってる塩コショウなんですね。これを加えることによって味の素がちょっと入ってるんですよ。味塩コショウ適量です。お酒が大さじ2です。これね、さっきよく使いますよね。これがね、風味が出てお肉と相性がいいので。そしてお肉に大さじ2入れたら、僕に大さじ1のお酒を入れていく。そしてハイボールをいきます。片栗粉で、このお酒と片栗粉をコーティングすることによって、これ大さじ1入れます。タレにもとろみがつきますし、お肉も柔らかくなります。ちょっと大きい肉の塊だと、これぐらいでいいかな、4g ぐらいですかね。で、これ揉み込みます。これで片栗粉と水分をお肉にまとわせることによってですね、お肉はすごく柔らかく仕上がりますので、これはね、ぜひやってください。はい、どうですか？これ。今回ね、ちょっとね、大きめのフライパン、僕にしては大きめのフライパンですね。ごま油大さじ1です。お肉なんですけども、できればね、こうやってちょっとこう、ほぐしながら入れていっていただくと、チンジャオ感がね、ちょっとほぐしながら。ルービーぐらいで大丈夫だと思います。肉の焼けた香り、これを嗅ぎながら飲んでいく。ほぼ焼肉屋さん。チンジャオロースってね、本当はね、形が整ったお肉でやったりするんですけども、やっぱ形が整ったお肉って結構高いので、豚こま肉を乗せて集めてチンジャオロース風にするっていうのをやってますね。全体的に色味がつきましたね。ここで白菜、オイスターソースです。大さじ2杯。今回のね、味付けの要がこれ、小さじ1、醤油の香りもつけていきます。このサーブ、また小さじ半分、ちょっと小さじが見当たらなかったので、ね、適当に切れます。これぐらいかな。これね、マジうまいからね。ハイボールをグイグイグイ、ちょっとシャキシャキ感を持たせたいんで、そこまで火入れなくていいです。これ一本食べてみて、シャキシャキってするぐらい、これで完成でございます。じゃあ盛り付けいきたいと思います。じゃあね、盛っていきます。もうね、盛りはこんな感じで、さっとできてお野菜がねめちゃめちゃ摂取できるのがいいですよね。白菜チンジャオロースの完成です。はい、
それではできましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。やっぱお前しかいねえよ。めちゃめちゃいい匂いしてます。この白菜とお肉バランスよくとって食べてください。この白菜のシャキシャキ感、うん、めっちゃうまいよこれ。いい感じ、ちょっとしっとりさせて、なおかつこの白菜のシャキシャキ感が残ってるって非常に絶妙な辛さになってます。そして細切りにした豚こま肉がまあ柔らかいこと危険かもしれないでしょ。ラー油です。ラー油さえかけとけば大体うまいんじゃないかっていう僕の浅はかなあれですね。うん、はあ、ラー油は神だな。白菜が結構水っぽかったりもするので、これぐらい強い味付けのが僕は好きです。これが豚こま肉で作れるんだったらもう毎日作りますよこれはね。水分が出るんですよ白菜って。水分出るんですけども、お肉にコーティングされて片栗粉のおかげでこの白菜の水分もいい感じにとろみがついて全体をまとめ上げてるんですね。豚こま肉と白菜さえあればできる、簡単でサッとできてめちゃめちゃ美味しいレシピ。ご飯もお酒もめっちゃ進む。シャーレシャーレゲームでもでもでもしてます。シャーレシャーレゲームでもでもでもしてます。酔っ払ってない、全然酔っ払ってないですけど、なんかこのチャンネルなんかすごい僕酔っ払ってるとか言われるんですけども、あれ別に全然酔っ払ってないですから、全然まだ飲めますから、はい。だからそれはもうフィクションですからね、ほぼフィクションなので皆さんね、心配しないでね。だってそんなわけないじゃないですか。あんなに酔っ払ってて指切らないわけないじゃないですか。それはね、指切らないですよ。よくないって言うか分かんないですけど